こんにちは、物性研究所の三輪と申します。私たちの研究室では、このようなナノの世界っていうところに原子を一個一個、積み重ねて、こういったナノレベルの世界で、スピンの性質が、デバイスの物性科学の中で顕著に現れるということに着目した、量子スピントロニクスデバイスの研究をしています。研究室の環境としましては、一番、重要な点はこの金属の分子線エピタクシー装置で、原子をきれいに積んでいてデバイスを作って、マイクロ波の電気測定などでこれを測るといった点です。あとは原子間力顕微鏡とかフェムトビオパルスレーザーとか、あと微細加工装置を研究室単独で保有していますので、自由に使えるといった環境にあります。我々の研究背景ですけども、我々はこのような IT 機器の低消費電力化を課題というふうにしまして、これを科学技術の力で解決したいと思っています。その中で特に電子工学と磁気工学の融合分野である磁性体を使ったエレクトロニクスであるスピントロニクスといったものを研究しています。このスピントロニクスデバイスに対して界面をナノレベルで制御したり、あと量子的な効果を使うことによって技術革新をするといったのが一番のメインになります。具体的な研究についてですけれども、我々はいわゆる実験系の研究室ですので、先ほどの分子線エピタクシー装置を使って、世界で一番いいもの、品質のいいものを作って、それをいろいろな測定で一番いい測定をして、物理を理解すると。そして物理を理解するだけじゃなくて、これを使って大きな効果を出るデバイスを実際に作ろうということを大事にしています。具体的な研究テーマとしましては、例えばトポロジカル材料として知られる、例えばワイル磁性体を使った電子デバイス、これを取られたりとか、これは反響磁性体の高速なダイナミクスを示したりです。他には先ほどのナノレベルで界面を制御することによってデバイス物性を向上したり、分子を使ったデバイス、こういったものをやっています。研究室見学は今日に限らず受け付けていますので、気軽にご連絡ください。以上です。